やっほー、サーリーです。乾杯、イエイ。おう、わーい。あ、なんかさ、自分以外映ってないっていうか、なんていうんですか、歌ってるでもなく、ただ喋るだけの動画って初めてなんで、ちょっと緊張してるんですけど、っていうかかなり緊張してるんですけど、はい、今日はちょっとね、お知らせがあったので、この動画を撮ってるんですけど、まあ全然大したことじゃないんですけどね、8月なんですけど、週1回、生放送、生配信しようかなって思ってるんですよね。っていうのも、なんか前回生配信ドラクエビルダーズのね、生放送したらすっごい楽しかって。やし、なんかね、モンゾーラとか、オッカムルとか、ムーンブルクを再建したくなったんですよね。なんかね、街を整えたいんですよね。で、まあなんか普通に動画撮って編集してアップしてもいいんですけど、なんか生放送中になんかそういう、ストーリーで終わった島っていうんですかね、そういうね、3つの島あるじゃないですか、それをなんか再建できたら楽しいなと思って、そうそうそう、みんなと一緒にワイワイ言いながらね、こういろんな建設できたら楽しいなっていうのをなんかこう思い立ちまして、そうそう、週1回ぐらいね、生放送できたらいいなと思いまして、やって行ってみようかなと思います。とりあえずね、8月だけね、試しにやってみたいと思ってるんですね。で、今はまあ毎日ね、7時に編集されたね、動画をどんどん配信してるんですけど、生放送を週1回、で、そのいつも通りの編集した配信を週6回、まあ一応毎日動画はアップされるんですけど、そのうちの週1日は生放送にしよっかなーなんて思っております。で、まあまあなんか曜日が決まってた方が分かりやすいかなと思ったのと、まあ別に今のとこ別に8月そんなに予定入ってないんで私だから8月の日曜日、はい、毎週日曜日の7時、はい、いつも通りですね、いつも通り7時に何かしらの動画が配信されるんで全然ほぼ変わりないんですけど、日曜日の7時は生放送でお届けしたいなと思っております。イエーイ。はい、サザエさんの後は古川沙織チャンネルっていう感じで、はい、いらっしゃっていただければすごく嬉しいです。いやね、本当にね、生放送でなんかコメントワイワイしながらやるのがすごい楽しかったんで、こんな感じの放送も増やしたいなってなんか思ったんですよね。そうそう、ビール飲みながらはい、そんな感じでね、いつも本当に見ていただいてありがとうございます。はい、ちょっとね、新たな試みというか、生放送を増やす感じのスケジュールでやっていっても楽しいかなって思ったんで、そんな感じで試しに、はい、8月は週1回生放送でやってみようかなと思っております。はい、あとね、ヨッシークラフトワールドがね、はい、いよいよね、終焉を迎えておりますよかったらそっちも見ていただきたいんですけど、基本ビルダーズ2をまだね、やりたいことめちゃくそあるんで、はい、やっていきながら、他のゲームもね、やっぱりね、もうほんまにゲーム好きなんで、いろんなゲームやりたいんで、それもアップしたいんですが、ちょっとね、いよいよね、RPG 熱がね、ふつふつ湧いてきまして、いや、私もほんまにゲームの中で一番 RPG が好きなんで、ちょっとね、RPG を日常生活で進めていないと、なんか気狂いそうになるんじゃないけど、常に RPG を進めてないと落ち着かないというか、そういう状況になってきたんで、ちょっとね、RPG もやりたいなと思ってるんですよね。ちょっと古いけど、ドラクエ2をね、もう言っちゃおう、ドラクエ2をやろうと思ってるんですよ。ビルダーズ2のルーツとなってるのがドラクエ2じゃないですか。で、私スーファミ版でやったのが最後なんですね。まあそうか、そうですよね、スーファミ版以外でもリメイク、まあ出てるか、スマホとかでも出てるかもしれないんですけど、スーファミ版のリメイクでドラクエ2をプレイして以来なんで、何十年、え、20年経ってないよね、分からん、怖い、今んとこ、まあそれ以来なんで、で、なんか PS4 でね、ダウンロードコンテンツ見たらドラクエ2があったので、それやってみようかなと思って、うん、リメイク版やってみようと思って、そんで、なんかドラクエ2で、なんかビルダーズ2のさ、あれこれ、なんか指導とかさ、名前
ドラクエ2からね使われてるし、ムーンブルクもまんまありますし、ムーンペタの街とかもまるまるあるんですよね。ドラクエ2でこれ作りたいなっていう建物とか街とかがあったら、まるまるビルダーズ2の方で作ったりさ、そういうのも楽しいかなと思って。で、みんなもなんかさ、ドラクエ2懐かしくない？やってる人の方が少ないのかな、もしかしたら、わかんないけど、なんかそういうビルダーズ2の前の世界というか元になった世界とかいうのもちょっとやってみたいなって思ってるので、8月は、はい、ドラクエ2をスタートさせようかなとかも思っております。はい、というわけでですね、はい、まとめますね。こんな感じでいいのかな、この動画わかんないけど、週1回、8月からですね、週1回、毎週日曜日は生放送になります。はい、いつも通り7時に放送って、夜7時にね放送っていうのは変わらないんですけども、日曜日の7時は生放送に8月はしてみようと思ってますので、よかったら生放送の方にも遊びに来ていただけたら嬉しいです。コメントとかしてくれたらもっともっと嬉しいです。はい、一緒になんか7時にね飲んでくれたりなんかしたらもっともっともっと嬉しいです。てなわけで、はい、これからもですね、ふかさおりチャンネルぜひぜひよろしくお願いいたします。みんなのおかげでほんまにゲームがより一層楽しくなったので、はい、いっぱいいっぱいゲームをやっていきたいなと思ってますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうございました。最後に乾杯する、乾杯、イエーイ、じゃあね、バイバーイ、ありがとう。